型ゾーン、ようこそ血液型ゾーン。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義雄でございます。毎回賀門哲先生を迎えして血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話してまいりたいと思っております。ハロー、 My name is 哲賀門。Please call me Gamon. G-A-M-O-N. あ、どうも、Gamon です。はい。これちょっと分かりにくい。分かりにくい。分かりにくいです。松井和代の英語バージョンですよ。テレビでようやってるんですか、今。あの、はい。テレビではあんまやってないですね。もうやってない。もうやってないですね。もう何、もう触れられへんみたいになってんの、やばすぎて。いや、まだ全然、うん、そういう感じで、そういう意味ではいける。追ってるとこは追ってますよね、うん、テレビで、うん、で今現在は九州にあの車で向かってるみたいですね、ボランティアのために。それはあのあれの洪水の、洪水の、へえ、うん、まあ行ったらね喜びはる人はいるやろけどね。そうですね、うん、まあそれはいいと思います。一人で行ってるみたいですよ。え、自分一人で、一人で、え、誰もつけずに、誰もつけずに車で車で、はい、それがすごいですよね。ほら、それややこしいな。実際一人なんかどうか分かんないですけどね、うん、でも滋賀におって、うん、であれどこやったのかな、そのグッディか、うん、そのワイドショー番組が突撃して、はい、で一人でこう車乗って、はい、でピースしてこうどっかバーっと行ったんですよ。でそのまま次ブログ見たら、はい、ちょっとまた経ったら、サービスエリア着きましたみたいな、高速で、はいはい、でちょっとシャワーがあったんで浴びますって言って、はい、でそこ調べた広島のサービスエリアだったんですね。西へ西へと、はい、で、九州、今ブログ見たら九州着きましたって書いてました。大変やな、フェリー乗ったんやの、神戸から大分へ。ねえ、そんな休めるの、うん、なんか運転するの好きなんですかね。あ、そうなんや。まあでもあの午後生見てるんですよ僕、うんうん、あれどんどんやばなって言ってますよね、船越さん。あ、そうなんや。はい、しんどなってきてる、声がでんくなってきてるんですよ今。そうな、はい、だから、うん、もう限界ですって言ってるんです、声が。であの、うん、誰だっけ、美穂潤か、はい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 、アシスタントは2人でやってる、はあ、そうなんや、うん、美穂潤が、うん、大丈夫大丈夫ってこうやって明らかに怖いね。どんどんこうまず顔がこう、はい、ちょっとやつれていって、はいはい、で今はもう声がでんくなっていってるんですよね。今日声がでんくなっていって、あ、そう、はい、限界ですって言ってましたよ、声が。心の限界かなと思ったんですけど僕は。全然するねんけど、船越さんはええけど、ええ、謝らなあかんことあるじゃん。あ、ごめんなさい、すいません。めちゃ言ったこと。調子を喋ってるけど、冒頭とにかく謝るみたいなこと言ってたけど。どえらい間違いしてましてね、ほんま。はあ、これは大変なことですね、はい、ちょっと。うん。あの、同級生のパンクの話してて、はいはい、その隠し子の話してて、はいはい、谷川、うん、谷川名人の。谷川名人の隠し子やって僕言うたんですけど、はい、あの、ちゃうかったですね。間違ってました。そうでしょ、はい、谷川はそんなタイプちゃうんです。間違ってましたね。すいません。だから面白かったは面白かったんですけど、ね、リスナーの皆さんすいません、はいはい、あの内藤邦夫でした。内藤邦夫さんね、はい、はい、名前は知ってますけどちょっと分かんない。僕も CM にね出てたはずですね。内藤邦夫さんのじゃあ、はい、それは確実、それは確実です。隠し子がパンクスで、はい、
で、うん、名前もはっきり思い出しましたけど、まあそれはええわ、はい、そこまではええいうことやね。なんや、いや俺もね、うん、だからあの後聞き回ったんですよ、はい、先生の同期、あの同期の連中に、はいはい、あのあいつなんやな、オレッチ、オレッチ爆裂ね、とかね、自分らの同級のやつで、うん、谷川さんの隠し子やつおった、うん、いや分かんないっすって、みんな言っとったで、あでもね、うん、でもね確かに、うんうん、あいつら知らないんですよ、はあはあ、まあまあ、ね、あちょっとね、ああ違う、くあのあれやった、一人だけやったっすよね、あいつ、そいつ内国に言うのあれ、ほんなら大岡田さんとこにしか来てなかったと、大岡田さんとこと、うん、あとピックっていう古着屋にしか来てないやつだったんですよ、はあ、ピックってあっこか、三宮の一番端、ありま、あったでしょ、あったな、はい、ピックにしかってだからあいつが働いてたとこやろ、にし、え、あの手洗うやつごっつい、誰やった、竹本、竹本、え、竹本、竹本君どっかで働いてましたね、そうやで、ピックにおったんかな、ピックってだから先生が働いた、あの何やった服屋、木何やった先生が、マルキン、マルキンの並びやんな、ね、三宮の、いやいや違います、トアウエストに、あのもともとは、はい、トアウエストの、うん、それはピックの話、ピックの話、あそうなんや、硬化してちゃうんか、今硬化してなってるんですよ、あそうなんや、ほんなら間違えてるわ、うん、そうですね、うん、そこにしかいなかった、ちょっとレアキャラなんですよね、あそうなんや、ほんならまあ先生の同期の連中に聞いてもそれは分からへんね、あそうなんですよ、谷川さんだからってことはないですよね、すません、じゃあその谷川さんはそんなんじゃないってこと、はい、はい、もうなんていうのかさ、クールなキャラですか、はい、もうそんなね、うん、チャラくないですね、谷川さん、谷川さんはねチャラくない全然チャラくないですね、うん、みんなすいません、はい、うん、これちょっと訂正せなあかん、過去放送の分もちょっと、うん、マジですか、はい、あの訂正せなあかんね、はい、すいませんでした、もう言わんとこかなと思ったんですけど、言おうと思って、いやさ、あの一応ねいかんから、それはわ、うん、かりました、すいません、はい、ちょっとお手数ですけど、はい、すいません、はいはい、ほんで、なんやろうね、あまあ時事問題いきます、はいはい、行くと、まあ、今江里子さんでしょうな、はいはいはい、なんといってもうち的にはこれね、はいはい、まあ、稲田大臣 AB 型っていうのもあるんですけど、はいはい、それはもう済んだ話ですから、はいはい、今江里子さん大型乙女座スピードね、はい、元スピードです、橋本健さん神戸市議、うん、A 型水瓶座ですよね、これね、これがまあ橋本さんが、まあ、一応奥さんがおられるだけど今江里子さんと恋愛関係にあったと、うん、もうもろハマってる感じですよね、今江里子さんに、いやそれハマるやんでもまあ話して仲良う手つないで、うんうん、何新幹線で、うん、話して、はいはいまあ、まあはっきり言って何考えとんの話ですけどねまあまあなんかほんまね、そら写真撮られますよ、うん、うん、あれはね、うん、気をつけな、うんうん、一般人、一般、まあ元芸能人ですもんね、いやし、まあ今はもう、まあ、公人ですからね、うん、完全にで結構なんかなんていうかな、うん、あの何でしたっけ、今から勉強しますみたいな、ね、めっちゃ叩かれてましたそう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 やね、うん、まあまあそらそらテンション上がるわな、まあそらそう37でしょ、っていうことは年下っすか、うん、年下ってこともないんか、どっちが30なの、橋本、あそうなんや、橋本市議、市議ですか、あはい、橋本さん30、今江里子っていくつ、今江里子もう30はいってるよな絶対、そっか若いんか、
デビューが早いだけで。83年やて。ああ。ええ年やな。83年ってことは。35ぐらいか。5つ下やな。5つ下やから。うん、いや、32、3、33ぐらいですか。33か。はい。33や。はい、ああ、まあええやんな。ええっすね。ああ、ええわ。一番こう、なんか。まあ、一番エロい、エロい時ですよ、ね。ごめんなさい、はっきり言って、まあ、やりたいよね。一番やりたい時ですよね。一番、あ、言うてましたね。なんて。浜田さんが言うてましたよ。浜田さん、どの浜田さん？東京の、あの、なんか、なんて。あの、33の女が一番エロいからって言ってましたあいつに何がわかんない。思い出したわ。うん。いや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 、33って、うん、キリストが死んだ年でもありますしね。ああ、そう言われてるのか。はい、33ってやばいですよ、うん、やばい数字ですよ、うんうんうん、今だって、うん、僕よう見てるんですよ、うん、記者会見とか、はいはいはい、見る橋本さんもね、うんうん、めっちゃかばうんですよ。ああ、そうなんや。めちゃくちゃかばうんですよ。ああ、そのはいはいはい、僕が言ってもダンス、はい、手つないだのも僕なんです、はい、で僕が告ってしまったんです、うん、でも家族のことめちゃくちゃ言いますからねどういうことどういうことで今、うん、自分の家族、はい、うん、はもう破綻してる。そうやろ、うん、ほんで嫁さんがそんなことないみたいな話してるらしいや。そう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 、うん、まあ、そらあの破綻してるかどうかは知らんけど、うん、別にあのその何年も前から、そうそう、 4、5年前ぐらいから破綻してるって言ってるんですけど、うんうんうん、そんなことはないんやろ、うん、ちょっとね、だって2歳の子供がいるんですよ。あ、そうですよね。だから それ、うん、その後に生ハメはしてるってことだよね。そうそうそう、うんうん、で一方的な離婚届けですもんね、うんうん、届けを出した。あ、離婚届けか、離婚、もうお前とは離婚するからみたいなこと言って、はい、そっから家に帰ってこないって言ったんや。そうですね。それでその時期が被ってるんですね、うん、今エリコと知り合った時期と。時期と。ああ、だからもう乗り換え、最初はもうめっちゃなんかすぐ認めて、うん、その一線越えてないし、うん、越えてたとしても、うん、もう破綻してるから別に犯罪というか不貞行為にはならないっていう、っていう感じで、うん、なんかいけそうやなっていう雰囲気作ったんですけど、うん、もうめっちゃバレてましたね、今もうバレバレでやばいですよね。やばい、やばい、ああ、で奥さんが弁護士つけて反論したは、はい、反撃してますから。ああ、神戸市議は知ってる？え、でも先生と同級生ぐらいじゃん。そうなんですよ。これだからね、それで、うんうん、あの、うん、僕のごま炊きのね、はいはい、すき焼き屋社長が連れてってくれるところに、はいはい、来てるんですよほうほうほう、ね、ほうほう、まあ、来てるのもやばいし、うん、うん、うん、橋剣やって、これ橋剣、橋剣の橋剣プロフィールあるわ。橋剣のプロフィール見てみようか。灘区やで、うん、お前、え、もともと、うん、これやばいな。ちょっともうちょっと調べ、80年生まれやって、だから2個下ですね、うん、これやばいな。灘区やったらもう一緒やん。でも港島や。ああ、みのと、神戸から、神戸内で結構動いとんな。灘に生まれてポーアイ、1歳でポーアイ。で、1歳でポーアイってこれ、ポートピアの時ですからね。あ、81年でしょ。私立ホザナって言ったらこれ、どこですか？多分ロッテンダ長谷と一緒のとこちゃうかな、これ。あ、そうなんや。ホザナ、はい、幼稚園。ホザナやったと思いますね。でもそこから港島へ移ってます、幼稚園も。うん。ほんで港島小学校でしょ。ほんで精神、ああ、もうそうなん、うん、精神で永田高校、賢いね、大阪大学、うん、もう別の道歩んでますわ、この辺になると僕らとはそうや、いや、そうやああ、分かってました分かってましたそうやけど、
そうやけど。インドとか入ってこないですね。途中で。インド旅行に行くとか。インドとかね。階段とか入ってこないです。ほぼ目的なしにインド旅行行くとか入ってこないですね。うん、でも多分やっぱりな、でもその破綻したって言ったって、うん、ここで、家族、妻と子供って書いてるからね。うん。うん、だからちょっとね、うん、その、うん、なんやろう、うん、最近は僕もちょっと一方的に見れないんでね、うん、あの、うんうん、やっぱあらゆる、ね、うんうん、立場から見ようとしてるんで、はい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 、だからこう、うん、ね、うん、奥さんが結構めちゃくちゃ言ってるパターンかもしれない。あと思ったんですけど、うん、でもやっぱりちょっとおかしいなって思いますね。このそれおかしいやろね、ちょっとだからこれはもういやらしい言い方ですけど、はい、ごめんなさいね、はい、ごめんなさいよ、本当ごめんなさいけど、先に謝ってますか、ね、謝ってますか、はい、何言っても許してください、うん、この後僕がカミソリのような下ネタが下ネタじゃないけど、で結局だから嫁さんと元スピードを天秤にかけたと、うん、ああそうでしょうね、うん、そういういやらしい人間性がちょっと透けて見えます、うん、すいません。でもどうすか、スピードが目の前にいたら。いやそうですよ、でも嫁さんと結婚した時は、うん、どんな女が今後俺の目の前に現れようとも、うん、この嫁さんと一生やっていくと思ったわけでしょ。あの多分結婚式曲げてるでしょ。そりゃそうでしょ。あの、名だけじゃないですか。ね、チャペルで誓い歌って出てるんですか。出てると思います。神のもとに。ね、でも、いざ、司会議員になった、うん、はいはい、ね、ほんで、まあ、今井さんを読んだら、来た。はい。で、ほんで、なんか、喋ったらいけそうや。うん。で、エースなんでしょ、この人は、こう。あ、なんの、その、今の、その、はい、市会議員 の、 その自民党会派の中で、はい、そうなんですよ、もうどんどんこう行く、もう今から行くぞと、はいはい、期待されてた、うん、市会議員から県会議員行って、うん、そうです、国会議員行くぞという、うん、そういう流れの中におるんや。で今エリコ来て、来てこれ混ませるぞと、うん、もういけそうやな、いけそうやなと、あの今エリコ、あ今エリコの乳首が、はい、乳首をペロペロできるぞ。これどう思います？やってると思います？絶対やってるよ、悪いけど。やってますよ、ね。そこが俺は問題だと思うね。だから一線は超えてないって言ってるけど、うん、悪いけど、絶対にやるから。絶対に。ですよね、そんなん絶対やるよ。ですよね。そのやりもせえへんのに、こんなん、あ、なるわけないやん。はっきり言って。そうですね。なんかやってなかったら。そんな、絶対にやってます。そう、絶対やってますから。うん、あの、パジャマ姿で出てきた時、もうやってる顔するもんなる。絶対にやってますよ。だってその、まあ、言ったら今井さんもやるキャラやし、はっきり言って。うん、なんか、そう、そうなんですか。でしょ、だって稲子あるでしょ。あ、そうやわ。旦那元旦那が。なんか稲子あるって。ほんで、その後のやつが、なんかキャバクラの、かなんかの。でしたっけの店長かなんかでしょ、内縁の夫かなんかがいて、はあはあ、でその未成年を使ったかなんかで逮捕歴があったんでしょ、はあはあ、なんか問題になってましたやんね、はあ、はいはい、その好きなんですよ、おめこが。でもなんかおめこをねぶってもらいたくてしょうがない、ねぶるって、もうぬれぬれ常に、ねぶるってあのあの西の山ちゃんが言うてるやつですね。うん、もうそうですよ、だから絶対にやってます。でもそれ認めたらもうやばいですよね。それやばいっていうか、まあ、あの俺はいいと思うよ別に、はい、恋愛しても、はっきり言ってね、まあ、はっきり言って、あの恋愛してもいいと思いますよ。でもそのおめこしてませんみたいな、うん、話はちょっとおかしいと思うって言いたい。はいはいはい、うん、え、そうですよね、うん、でもそれ別にや、そうやな、やってても別にええっていう話ですよね、その橋本さんの意見では、
もしやってたとしても。うん、まあそうでしょ。だからその予防線を引いたわけやね。うん、そのやってても別に俺は構わへんっていう。うん、で今井さんもこう文書でなんか出したんですよ。うん、でももうほんまにこれだけは言わせてくださいみたいな。うんうん、一線超えてません。だから超えてるよ、ね。一線っていうのがどこかは知らんよ。あの知らんよ。アヌスは許してませんとか。ああ、そっちの。うん。一線。そっちの一線。うん。こっちの一線か、うん。うん。そうちゃう。そうちゃうかな。と思う。願者はさせてませんとか。うん。うん。とかね。どこまでがいそれはね。だから。うん。うん、あの言うてなんですよ、橋本さんにも記者が、あの一線ってどこが一線なんですかって、それは想像にお任せしますって、え任せていいねんなって。そうですよね、うん、だからもう想像、俺らの想像の今の相山さんのであってるんですよ、アヌスで一線っていう、多分それで正解やと思う、お尻の穴ってことだよね一線ってって言ってると思う。二人で、うん、ゲラゲラみたいな。おまんこはやるに決まってんじゃん。あ、うん、すごい。お尻の穴でやるかどうかっていうのが一線、一線だから。その一線なんですね。うん、それと。じゃあ、そうですね。一線って難しいですね、そう考えたら。うん。と思いますよ。でもそうか、うん、でももうね、うん、あのずっと見てるでしょ、うんうん、じゃあやっぱりその、うんうん、やっぱワイドショーなんでね、うんうん、最初から流してくれるわけですよ、今エリコと橋本さんの経緯を、はいはいはい、で、はいはい、あの会った時のなんか感じとか、はい、なんか当選した時とかずっとおるんですよ、やっぱ橋本さんが近くに、あそうなんや、はい、うん、応援してる時とかも、うん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 、もうね恋をしてる顔ですよ、どっちが、橋本さんが、ああもうだからたまらんかったでしょうね、ああ、あの国民的アイドルグループ、アイドルグループの、うん、ボディ&ソウル、ボディ&ソウルに、うん、ほんまにボディ&ソウルしましたよ太陽を浴びてな、太陽浴びました、太陽踊りに行こうよって言いましたね、そう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 、もうでもこれが、うん、あの人絵いや人絵サップは別に公人じゃないというかさ、いや人絵やったらどうなんかなとかありませんか、まあ、でも人絵さんも綺麗ですよ、そうそうね、うんうん、だから今井さんはそのなんていうの、そのイキリキャラがちょっと際立ってるでしょ、ちょっとなんてイキリキャラ、だからそのあのドタバタ加減が結構だから、そのああ翔吾さんと結構翔吾ちょっとヤンキーっぽいというかね、そう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 、割と丸出しというか、うん、男遍歴でなんで国会議員になる必要があんねんみたいな話とか、そうですね、うん、あったりとか、え上原さんも最近なんか、上原さんはだからちょっとね、旦那さんが亡くなって、はい、うん、あのミュージシャンの人ですよね、うん、で大阪に住んではったんですよね、ずっと、あそうなんや、2人大阪におった、天王寺がどっかにおったんですよ、あそうなんや、そうなんや、で最近また彼氏というか、ね、なんかを君だな、うん、まあそれはええんちゃうかなと、スピードあと誰でしたっけ、あれやん、人絵か、人絵はまあどっか外国か、じゃあごめんごめん、ヒロ、あヒロか、うん、ヒロヒロ、ヒロはなんすか、噂でまっちゃんとこうずっと出てるみたいな、そうそうそうっていう噂があったんですよ、ほんでちょっとなんかこう仲いいグループ仲悪いグループがあるらしいんですよね、スピードの中でも、うんうん、という話がまあいろいろあって、ちょっと嫌な話があるらしいんですけど、ヒロと今井さんは仲良しグループやったんちゃうかな確か、うん、と思ったんやけど、だからね、これ、うん、その、そうですね、そうやな、ひ、うん、そうやな、島袋ひろ子と新ユニットエリヒロを結成している、うん、
2015年に、うん、でもなんか もっとね、うん、神戸市の秘書、うん、え、秘書やってた人がいるんですよ、うんうん、友達で、あのそのカブライチの関係でね、はいはいはい、で、すき焼きの社長から僕、うん、前紹介されて、うんうん、で、うん、なちょ結構年上なんですよ、はい、でちょっといろいろなんかあったら力貸してやってくれみたいな感じで僕が言われたんですよ。どっちが力を貸すの？僕がね力を貸してやってくれってなんかよくわからんこと言われたんですけど、はい、その後あいつとは付き合うなっていう、あれが来たんや、はい、うん、なんかあったんや、カブライジでももう、うん、できんできん、はい、もうみんなが、うん、もうあいつはもうあいつはもう うん、やばすぎるっていう、うんうん、お触れが出回って、うん、んで、うん、そのなんかねあれですよね、うん、秘書っていうのは 市長の秘書ってこと？市長の秘書ですよね、うん、まあ分からんけど、うん、そのあれを売ってるんですよね、水、あ、水も売ってますね、うん、いろんな酵素とか、はいはいはい、そっち系な、はい、あとこうがんに効く系な、がんに効く、うん、でこの前なんか医師、うん、もらって僕、ほう、その人から、はい、付き合ったらあかんのに、もうめちゃくちゃ付き合ってるんです僕、あ、そうなんや、はい、めちゃくちゃ来てるんですよ、あ、そうなんや、はい、先生はほんなら割と密なんや、そうなんですよ今、うん、でお前もうやめとけよみたいな感じですき焼きの社長が言ってるんですけどまあかなり怪しいんですけど、おもろいんや、まあおもろいんですよ、うん、でその人が、うん、この橋本さんのことを教えてくれたんですよ、うん、もう電話かかってきて、それは何、事件あってから、あってから、おお、ああいやー私ねーみたいな、ああ、ほんなんか、うん、そういう話を、ええ、読者は、読者じゃないわ、リスナーさん待ってますからどうぞ、で出ちゃいましたねーって言って、うんうん、で、うん、あ、これは聞いとかななと思って聞いたんですけど、うんうん、その、うん、いや、カブライジで私ちょっと世話してたんですよって言って、橋本さんは、はい、でどんな方やったんですかって言っても、うん、いやー、まあまあものすごいモテる方ですわとか、なんか、はいはい、やっぱり男前ですし、はいはいはい、で、うん、その今江里子さんとのことを聞こうかなと思ったんですけど、うんうん、それ以上はちょっと知らなかったですね、あ、そうなんや、はい、その事情を知ってるわけじゃないけど、その事情は知らないですよ、橋本さんのことは個人的には知ってた、はい、はいはい、あの、でも、まあ、うん、まあ、その、ね、うん、素晴らしい方でしたけどねって言われてましたけどね。あ、そうなんや。その、仕事というか。はいはいはい。できる男。できる男。うん、まあ、だから ね、こういうのも、まあ、肥やしにしてね、あの、ぐっと言ってください。うん、もうでも、カブライジには来る可能性あると思うんですよね。こうなると。こうなると。こう、ガッと追い詰められると。追い詰められると、ね。やっぱ、おしょうにね。助けるもと、はい、うん、もう台風そらしますぐらいですからね、まあそらいいわいやだからね、ミグ戦闘機を読んだぐらいですから、読んだ、ミグ戦闘機を読んだっていう話があるんですよ何あのカブライジの和尚はね、どこに読んだ、日本に、ほう、あの一回不時着したかな、したでしょ、うん、あれはカブライジの中村和尚があのこっちに読んだんですよ前はこれね、前はあの調べてもらったらブログ出てきますから、あ、そうなんや、はい、ちょっとオカルトなんですよかなり、うんうん、だからその、うん、もうね、言うことがもうねめちゃくちゃなんですよね、和尚、和尚も、うん、その秘書も、秘書も、うん、その医師もらって僕、うん、それ医師はどんな医師、ね、放射能が出てるっていう、ああラジウム鉱石みたいな、そうです、はいはい、でこれは和尚がね、うんうん、あのここやって言って、大丈夫なんだ俺ここやって言って、うんうん、あの当ててその石をこう、うんうん、取ったら、うん、取ったらその、うん、放射線が出てる、出てて、うん、これでまあ風呂に入れたりするっていう、うん、はいはい、それを、うん、もらった、もらって、ありがとうございます、うん、まあ、別にもう置いてますけど、うん、これはね、ガモンさん、これ
30万ぐらいですわって言われて。いくつぐらいの人？ね、うん、5… あ、50はいっ、俺より上ぐらい。それはそれ上です。あ、そうなんや、はい、うん、いやだからね、その今江里子さんね、うん、まあ僕もそのさっきもだから N が来てたでしょ、待ち合わせ場所来てましたね、 N がね、はい、久々に会いました。 N が来ましたでしょ、うん、N がだから要するに耳が不自由でしょ、うんうん、だからその一応、あ、そうそう、障害者行政というかね、そうですよね、息子さんが、ね、そうそうそう、あれやから、でだから うん、そこをてこに、まあ、議員になったようなとこもあるじゃないですか、今井、うん、さんその、ね、息子 の、 その障害者 の、 あの手助けをしたいみたいなね、うんうん、感じで議員になられたと、うん、ような感じもするんで、だから一応注目してるというかね、はいはい、N も そ、 うです、ね、そこは気にしてるんですよ、うん、やっぱりね、ね、うんうん、応援するというか、そう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 、応援、応援というか、うん、まあ、その何してくれるんかなみたいな期待感があるわけ、うん、やっぱり私らの代弁者としてこの人はやってくれるんやろと、うんうんうん、ね、一応ね、注目されてますしね、そうそう、言動はこう表に出やすいですね、別にね、その別にいいですよ、うん、あの他のことは、うん、けどその障害者のことだけはしっかりやってくれよと、うん、はいはい、うん、まあ、そこ一点集中でいいんですよ、正直言って、うんうん、そうですね、うん、あのその何、防衛問題とか、はいはい、憲法問題とか、はいはい、もうそんなまあさておきね、うん、その障害者のこと、まあ、それで出てるんですもんね、まあ言ったらね、そこをさえ、まあ、あのやってくれたら、うんうん、別にそれ以外は今から勉強するであろうと何であろうと、うん、まあまあそれはいいと思うんです、うんうんうん、まあ言ったらね、うんうん、けどもね、話が出たと思ったらこういうのが出ちゃうとねそうそう、こういうのばっかりになるじゃないですか、実際まあ一生懸命なんかされてても、うん、ね、もったいないなと、うんうん、まあ、別にいいと思うんですけどね、僕はその恋愛してもそうですね、僕、うん、もまあええと思うんですけど、ね、思います、別にはめまくってても、うん、そんなん、まあ、逆にはめまくってもう一人子供産むぐらいでもいいんじゃないですか、うん、別にまあ言ったらね、いいと思います、うん、かなり頑張ってたって言ってましたよ今井さんは、その辺は、その辺っていうのはその、障害者のこととかの知識ももうちょっと半端じゃない、うん、あ、はい、それ橋本さんが言ってるんですけどね、あ、橋本さんがねでもその辺はちょっと僕も教えてもらう、うんうん、立場なんです、まあなんでもそういうことらしいね、なんかその講演会に読んだかなんかでしょ、うん、そうですよね、うん、まあ、だからなあ、うーん、スピードやからな高校の時に見てたって言ってましたもん、まあ、橋本さん、いやいや、正直で綺麗やし、まあ、うん、まあね、うわスピードやと思ったんでしょうね、来た時、あの来た時ね、その政治家よりも来た時、まあな、まあ、まあ、ごめんなさいね、うん、俺もついにここまで来たかと思ったんちゃいます、 あスピードを抱けるとこまで来た、どうですか、あ金も女も思いのままやみたいな、もうでも早いですね、やするのがあのすぐ離婚のやつ、うん、まあまあいいですよ、うん、いいですけどね、まあ、その神戸市議やったっていうのがね、そうですね、身近、まあ良かったですね、うん、まあ、ええ、またやってくれたな、また兵庫県がにぎわしてますねそうそう、兵庫県やっぱ多いですよニュース、蛇に噛まれたとか、あ、蛇に噛まれた人がいるんですか、子供がね、はい、蛇、これ知らないですか、はい、この前、痛みか、ほうほう、であのちょっと珍しい蛇というか、はい、ヤマカガシっていう、ああ、ヤマカガシ、あ、うん、それは、うん、あ、見ました見ました、うん、奥歯に毒牙がある蛇がいて、なかなかねその奥にあるから、うん、何やろ、噛まれても毒いかない場合だ、そうそうそう、そもそもそのあんまり噛んでくるような蛇でもないし、うん、噛まれても
あのマムシとかハブみたいにこう前にカッてあるわけじゃないから、うん、ガブッと奥まで噛まないと毒が回らないんですけど、うん、それ噛まれて噛まれてへっていうのも痛みの人でしたね。ああ、ヒヤリもありますしね。ヒヤリもね、ええ、うん、来ましたし、まあ橋本さんもね、うん、うん、でも注目っすね。ちょっとカブライジで僕注目しておきますわ。うん、だからカブライジで山かがしを捕まえて、ええ、橋本さんのチンポを噛んでもらったんじゃん。あ、ほんまっすね、奥まで、うん、そうそうもうお前はこうやもうでもね、うん、いいでしょ、スピードのマンコに入れたんでしょ。うん、もういい、うん、もういい、ね、もういい、もういい、もういい、もう浄土みたいな感じじゃないですか。あ、そうやね、もうプラチナやそうそう、もうそれは山かがしに噛まれても仕方ない。もう成仏させるぐらいじゃないですか、そのチンコを。橋本さん、なるほどね、もう役目終わりましたね。もうそういうことやね、子供も産んでるし、はいはいはい、そうだよね、で和尚にもそのまま成仏もね、うん、させてもらって、うん、いいですかね。ほんでその話の流れでちょっと関係ないんですけど、はいはい、バキュームフェラってあるでしょ。バキュームフェラありますね。バキュームフェラやるでしょ、はい、そうなんですけど、本当のバキュームフェラーを知ってます先生。いや、僕この前ね聞いたんですよ。え、本当のバキュームフェラーってだからその、はい、それは要するにこうフェラチをしてる時に、はいはい、ジュボジュボ言わすというか、あ、こう吸いながらするのがバキュームフェラーやと思ってるじゃないですか、うんうん、ね、うん、でもとあるねちょっとまあちょっと汚れな感じの、うん、鍼灸治療の先生があるんですよ。はいはい、まあ知り合いね。汚れの鍼灸治療ってなんかやばいですね。ちょっと はいはい、いろいろね、最近逮捕されはったりもした、はい、知り合いなんですけど、はい、まあ、逮捕別に逮捕されてもそんな悪ということしたわけじゃないんですけど、うん、ちょっと薬事の関係で、あ、なるほど、ちょっと超えてはいけない一線を、うん、勝手になんか輸入したらかもんを輸入して、うんうん、売ってた、うん、それもあれなんですよ、妊娠検査薬みたいなのを勝手に輸入して売ってたらしい。だから別に人体に直接投与する薬とかそんなんじゃないねんて。へ、うん、らしいわ、うん、いや知らんで、どうもそんなんらしい、はいはい、内情を聞くと。まあまあええわ、うん、まあちょっとね、でもまあまあちょっとね、うん、でもこう大人のためのセックス講座みたいな、はあ、そういうこともやってたりするようなおっさんがおるんですよ、うん、でね、まあ、そのおっさんから僕は直接聞いたんじゃなくて、うん、そのおっさんがこない言うとったでっていう話を間接的に聞いたんですけど、はい、バキュームフェラーっていうのは、うん、要するに射精の瞬間、うん、瞬間チューって吸うねんって、ほうほうほう、尿道を、だから要するに吸い上げる鈴口っていうのかな、はいはい、そのチンポの先から、はいはい、って吸うねんて。ほう、ほんならさ、男のさ、うん、その、うん、要するにオルガズムというか、こう行く瞬間、うん、いわゆるウェットオルガズムっていうのは、うん、その精子が、うん、尿道をこう通る気持ちよさや、はいはいはい、な、だから、ならそれをな、こうって吸うことによって、うん、だからすっごい出るらしい。ああ、なんとなく原理は分かりますね。そうそう、ずっと吸われて、ほうほう、それがむちゃくちゃ気持ちやねんて。あ、それそれが本当のバキュームフェラー。あ、そうなんや、うん、確かにバキュームって感じですよね。そう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 、間違ってるな間違ってる、間違ってるんです。バキュームフェラーってそうなんや。そういうことや。なんか音がピューピューっていう、ジュラジュワっていう、そういうのじゃない、じゃない、いや、まあ、それはそれでいいんですけど、うん、真空にして、そうそうそう、スポッてこう、うん、ああ、ズコッとこうバキュームしてもらう、はいはいはい、うん、
掃除機で吸い上げるみたいな感じですね、うん、それをな、うんうん、まあその俺が教えてくれた先輩も、うん、ええ、まあ多少ちょっと汚れカップルみたいな、はいはい、息子、その俺の先輩と、うん、その彼女、彼女が、はい、まあ、その話して、うん、それをな、なかなかタイミング合わへんねんなって言ってた。うわ、きつ目の前で目の前でいやきついな、合わへんって言ってた女の子。いや、きついなそれがちょっと知ってるからなあの人でしょそうそうそうやっとんやんお前らついな、もうそこはなんていうんですか、あのそこはさらけ出さんとってほしい、うん、あのあれでいいじゃないですか、ミッキーの中に人がおるっていうの分かってるけど、そうそうそう、そこはもう言わへん、自分らもやってるんやろうけど、と思うけど、それはもう言わんで、別のこととして置いといてほしい、言わんでですよね、うん、うん、らしいです。ああ、でもそうだから、そう、だから今エリコさんもやってんちゃいます、ああ、マクメラ、あ、もうだから橋本さんぐらいだったらそれも知ってると思う。ああ、バキュームヘラはこうこうやって、あ、そうなんや、うん、今エリコさん、うん、でも声量もすごいから、もうその肺の吸い込み肺活量がちゃうね肺活量がふわって吸い込む、ね、そう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 と思いますね。すげえなー、うん、世界手に入れた感じですよね橋本さん、橋本さんね、うん、そりゃ浮かれるなー、うん、まあ、でもどうするんだろうな、突き進むしかないですよね。まだここでね、うん、そんなあのこんなとこでこじけてたんですよ、うん、橋本さんもね、多分野心家やと思うんで。そうですね、うん、あの、まあでも名前は売れたからね。ああ、これで名前は売れたから、うん、その炎上商法やけど、はいはいはい、まあ、名前は売れたから、あのここをうまいこと切り抜けて、切り抜けて、あの、うん、グッといけるんじゃないですか、うんうん、グッといってほしい。 できるっていう噂ですし、うんうんうん、男前ですしね、うん、そう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 、もうだからそういうナンパキャラでいったらじゃないですか、うんうんうん、なんかあの、うん、で、なんかもう一人いましたよね、不倫の。いました、中川。あ、なんか今あれ、あの人はもうもろでしょ。え、なんか髪の毛切ってましたけど。あ、そうね。あ、でもストーカーの人でしょ。あ、そうです。なんか結構やばかったよね。ややこしかった。ディズニーランド行ってみたいな。え、それ議員同士じゃないよね。議員同士。まあ、議員同士だったっけ。はい。一応否定してますけど。あ、そうね。議員同士。あ、違う人かな、俺が思ってるのと。あの、ミッキーとミニーの、うん、カチューシャつけてたって。あ、そうなの。それはいいやん。いや、だからいいと思うんよ。だから恋愛はね。うん、それはね、別に関係ないですもんね。うん。うん、まあね。うん。でそういうこともやったらどんどんやった方がいいんだから、うん、正直言ってその恋愛がすなわち悪いみたいな、うん、そういうのは違うと思うんで。僕もそう思いますけどね、うんうんうん、だから橋本さん応援してます、うん、応援してます、うん、どんどん行こう、うんうん、はいごっつい長いこと喋ったね、うん、ちょっと聞きたいですけどね、カブライジで。じゃあ聞いてください、それは取材はしてください、うん、今井絵理子のことをね。あ、カブラジで大手。はい、どうやったんやって、うん、バキュームヘラなんすかってバキュームヘラなんすか歌とか歌ってもらったんですか。ああまあまあ、もういいですか。あ、大丈夫です、はい、すいません、うん、でも年齢も近いからまたちょっと引き続きお願いします、はい。ほんで、まあ多少なんですけど、今ちょっと青山重治さんが、あ、はいはい、嘘つきキャラやみたいな。あ、そうなんですか。嘘つきっていうか、ちょっとね、うん、要するにあの加計学園、加計学園じゃなくて、あのあれ、あっちの方、森友か、はいはい、うん、森友学園の話の中で、うん、なんかそのいろんな変な話が出てきて、はい、で
あのその知らんと言ってみたりとか、うん、その前はすごい応援してると言ってみたりとか、あ、うん、ほんでその経歴にもちょっと詐称してる部分があるんじゃないかとか、いろいろねちょっと面白キャラになりつつある感じなんですよ。ちょっと変な人っぽいですもんね。まあね、ほんでね僕もね変な話実は聞いたことあるんですよ。あ、そうなんですか。うんうんうん、あのテレビの関係の人からね。へえ。ほんでまああの人はちょっとまあ相当微妙なんや、扱いづらいんやみたいな話をね。なんか、ね、具体的にはそんなしょうもない話なんですけど、うん、いや空手家でしょあの人。あ、そうなんや。はい、うん、だから最悪芝生っていう、あ、スタイルな、はい、あ、でもそんな感じやね。強いですよ多分。うんうん、まだちょっとね、うん、あのまあ、前から注目 して、うん、なんとなく注目をね浴びるキャラでしたけど、うん、なんかあれ面白かったですけどね。あのなんかツイッターで流れてきてましたけど、あの動画やろ。じゃあぼ、え、あの安倍命安倍命っていう動画で、いや、あのなんか誰も聞いてないと思って、うん、いろんなこと言ってますよって言って聞いたら、うんうん、なんかミュージシャンのことめっちゃ、うん、あのけなすっていう。何それ何それ何それ。誰のことめっちゃ評論するんですよミュージシャンのこと。うん、で、あ、全然声出てないからあかんわとか。あ、音楽的な面を。あ、そうですそうです。あ、政治的な面じゃなくて、これじゃ世界に通用しませんとか、日本のアーティストをねそうで、バッハはとか、なんかもっとこう抑揚つけてとか。あ、そういうメインカルチャーの話。メインカルチャーというか、だからあれ、ポップミュージックじゃなくて、あのクラシックとかそういう世界。あ、いや、ポップミュージックをクラシックに例えたりする、うん、クラシックはやったらこうやとか、はい、あ、そういうこと、こうつけて、あ、声が出てないわとか、あとかもこの、え、ミュージシャンの歌出しとったっけっていうぐらいの勢いで評論するんですよ。へえ、うん、なんかローカルのラジオやったみたいですけど、ね、まあなんか変わっとるよねちょっとね。ちょっとね、なんか、うんうん、ちょっと変わってますね、うんうん、いや、っていうのがね、あの人いたでしょ、一回さ、うん、あの人なんちゅうハンドルネームって、うちのリスナーさんで、ええ、うん、先生とこ泊まった人、はいはいはい、昔に、一番最初に来てくれた人ですか、この車かなんかで来てくれはった、はいはいはい、何さんやったかな、パッと俺も出てけへんねんけど、そうっすね、うん、名前が、あの人が結構青山茂春のファンやったと思う。そうでしたっけ、うんうんうん、ほんでなんかね、うん、よう覚えてる。ああ、うん、まあええけどふわーっとしてるけど、うん、すごい、うんうん、めっちゃかっこいい車でしたね、うんうん、確か、うんうん、そう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 、まあまあ、というのは注目、ああ、うん、その血液型ね、血液型は A 型です。ああ、うん、ですね、まあな、はい、音楽の話いく？微妙やけど。はいはい。音楽の話。はい、最近何聴いてるとか。はいはいはい。青山茂春から。はいはい。いや、っていうのがね、ええ、僕はね、ちょっとね、うん、最近ね、集中的に、うん、ニューミュージックをね、うんうん、あの、掘り起こしてるというか、はいはい、あの、まあ、勉強し直してるというか、うん、うん、聴いてて。でね、あ、いいなと思うのがやっぱありますね。ああ、そうですね、うん、あるというか、うん、あのやっぱりなんちゅうの、そのあのアップルミュージックとか今入ってるから、うん、俺も1000円払って聴き放題みたいなやつ。あ、そんなんで、うん、結構あの、まあ、今までなんかどうなんかなと思ってたような、うん、レコード屋では見かけるけど、まあ、手つけてない、ね、手つけてないとことか、はい、結構ね、うん、あ、こんな良かったんやとか、うん、
まあいうのが、まあ、やっぱりインターネットの時代になって調べも割と早いし、うん、そうですね、僕もだから開き直ってね、うん、そこはもう思いっきり甘えていこうと思って、はいはい、いろいろ聞きまくってんねんけどだからね、ラジとか聞いたことはないでしょ。ないっすね。ラジって俺らぐらいの年のレコード屋にちょこっと行ってたような連中やったら、うん、多分ねラジさんのレコードってよく見かけてたと思うんですよね、うんうん、けどなんかまあ僕は買ってなかったんだけど、はい、ラジのねファーストとかねめちゃくちゃいいんですよ。あ、うん、そうなんですか。そう、まあ、ファースト以外はちょっとね ぼんやりするんやけど、うんうん、あの東京テイストっていうねもうものすごいキラーな曲があって、うん、ええなと思ったりね。ラジって誰ですか。わかんないでしょ、はい、わかんないでしょ。そういうね、まあ、ラジっていうのを聞いたことあるんですか。ラジさんっていう、うん、まあ、歌手です。あ、ラジがもう芸名です。ラジさんなんですね、はいはい、バンド名じゃなくて、うん、ラジっていう女の人、声がいいんですよ。うん、ええ声やし、ええなって。ラジのファーストね、ハートトゥーハートやったかな、うん、とかね、何聞いてるかな。あとね、怖いんがね、あのライトメロシリーズって知ってます？ああ、 YouTube の。 YouTube じゃなくて、はい、YouTube じゃなくてライトメロシリーズって言って再発のシリーズがあるんですよ。あ、そうなんですか。うん、あ、それ良さそうですね。そうなんですよ。それはね、なんか金沢さんっていう人が、はい、なんか編集してる多分あの、うん、コンピュレーションシリーズやねんね。うん、まあ、それがね、はい、ずっとコンピなら、うん、普通の AOR のシリーズとかもあるね、洋楽の。あ、洋楽もあるんですか。あるね、 あ、はいはい、あったりとか。ほんでその日本和物もあって、うん、で いわゆるバリウスアーティストのシリーズもありの、うん、今ね個人シリーズがあるわけ。あ、そうなんや。そうそう、この人のそういうライトメロな曲を集めたやつみたいなのをガーッと、その、うん、それは買えるんですね。買えるし、あのアップルミュージックとかやったらただで聞けん。ああ、そりゃ、うん、聞きまくり、うん、だ、聞けるやつと聞かれへんやつが、あ、そう、微妙にあったりはすんねんけど、うん、だから、ま、和物でそんなあるんっていうのがね、うん、結構よ。だからね、うん、まあライトメロのシリーズでもそうやね。だから例えばね、山形澄子とかね、分からんすか。山形澄子はね、でもね、今でもコマーシャルとか結構歌ってんじゃんかな。ああ、そうなんですか。うんうん、うん、のね、もうめちゃめちゃええ歌があったりとか大体、うん、その達郎とかになりますやんか。ああ、だから全然ちゃうね。うん、ほんでね、だから変に苦労したんがね、うん、ねあれあれ、例えばね、ああ、あれやな、竹内まりやの、はいはい、ミス M っていうアルバムがあるんですよ。はい、そのね、1曲目がね、もう激烈ディスコナンバーなんですよ。へえ、めっちゃディスコ、あの、うん、かけれそうなぐらい。ああ、もう、もう全然いける感じ、はい、うん、のディスコなんですけど、そのアルバムとかはね、うん、なかなかないんですよ。へえ、うん、ないんですよ。ほんでね、僕はもう伝えて簡単に借りれると思ってたんですけど、うん、ね、三宮の伝え屋には多分あるんですけど、レンタル中でずっとなくて、で六甲道の伝え屋行ってやった。あった、僕だからね、この前もだから久々ですよ、あの日本橋のレコード屋全部回って、うん、なかった。ないや、うん、ない、うん、ネットでもないんですか。ネットやったらありますよ。ああ、そのあの、うん、多分ね、あのアマゾンとかで中古は行ったらあるけど、はいはい、微妙にないというか、うんうん、に人気がないというか、うん、僕ね、だから難波の蔦屋とか、うん、心斎橋の蔦屋も行ってもなかったんですよ。うん、でも神戸にはあるって感じ。
だ三宮の蔦屋は結構いけてるなと思いましたね。ああ蔦屋では、うん、揃えてるのは揃えてると思います。今だから調べれるからねネットで。ああ蔦屋にある、そうそう、どの蔦屋にあるかっていうのをね、あの結構いいんですよ和物ね、和物、うん、だね、だから今までなんとなく手つけてないというか、うん、まあ別にあれやった、まあ、それでも CD で買いましたけど、うん、桑名春子のファ、あのセカンドか、ああとかね、奥さんの方奥さんじゃない、あの妹、あ妹か、うん、うん、めちゃくちゃいいんですよね。へえ、うん、え、それ CD ですか。それは CD で買いました、うん、でもそれもね、うん、なんか難しくて、タワー限定再発とかね、うん、タワーレコードしかないんですよ。うん、うん、とかねいろいろってあとね、ええー、なと思ったね、笠井公子っていう、はい、それはまあジャズシンガーですけど、うん、のあのあれね、東京何やったかな、東京スペシャルっていうアルバムはめちゃくちゃいいね。へえ、ね、うん、ちょっと詳しくなった何かね久々に来たな、何、うん、かあのあと大橋純子の初期ね、うん、初期の大橋純子だから、シルエットロマンスとかがヒットしすぎてちょっと、あそのメジャーの曲よりもメジャー、うん、だから後半のしっとりした感じ、うんうん、あののイメージがあるんですけど、うん、あの初期はねめっちゃいいですよ。あのね、うん、大橋純子は、うん、初期の大橋純子だけで、うん、ちょっと一ジャンルみたいな、あいける、ね、それぐらいあの数も多いし、ほうほう、あのいいのが多すぎる。へえ、うん、って感じ。和物だけで DJ できそうですよね。あ、いけると思いますよ。それはいけると思います。十分いけると思いますけど。うん。そうですね。うん。なんかええの結構あるなと思って。なんで聞いてなかったのっていうぐらいですね。そうなんですよ。ただ、そこまでは手が回らへんっていうか、うん、なんか、多分、まあ、こういう言い方したらあれやけど、外れも多いと思うんですよね、うん、はあはあ、うん、だからなかなかね、うん、あの、まあ、買ったらそんな高くなかったんやと思うんやけど、うん、レコードで、あのそこまで手が回らないというか、うん、まあ、でもコンピとか出てくれたらな、そうなんですよ、話早いというか、ね、うん、そう、うん、え、金沢さんが出してるんですか、ライト。金沢さん、なんかね YouTube でもあるんですよ。あるね、あるでしょ、あの、はい、それはあのシティポップ、あシティポップ達郎とか多いですけどね、の多いですね、まあ、ああいうのもいいですよね、うん、でもああいうのも聞いてあの調べて、ちょっと、うん、もうちょっとなんか雑な方がいいですけどね。ああちょっとメロすぎるというか、うん、はい、ああもうちょっとロックっぽい方がいいというか、そうですね、ああでもいろんなもんが入ってるでしょ、あれって結構、うん、その歌謡曲もあればロックっぽいのもある、うん、あればソウルっぽいのもあるっていうかね、面白いよね、あのジャパニーズのその頃っていうの、そうですね意外というか、ね、そう、うん、ちゃんとやってんねんなっていうね、そうちゃんとこういう曲残してんねんなっていう、うんうん、だから演奏も結構いいし、うん、いいんですよね、うん、なんかメンツがやっぱりそのどうしても、うん、ああいういわゆる何ティンパンアレーみたいな人らとか、はいはい、まあ、ムーンライダースみたいな人らとか、はいはい、なんかね、なんかこう出てくる名前は偏ってくるというか、うん、そうですね、そうそういうところはあるんですけど、まあ、あと達郎のバックやってる人らとかね、うんうんうん、ああいうのはまあ結構その頻繁に出てくるというか、アラン智子でしょ、アラン智子、あれはね、あれだけはちょっと別口なんですよ。アラン智子いいですよね、アラン智子いいっすね、アラン智子の浮遊空間、
っていうアルバム、まあそれぐらいですけどね、うん、あれはね、うん、ビーイング系なんですよ後の。 あれは80年代ですけど、あれが後のビーイング系になっていくんですよね。でもあのアルバムはめちゃくちゃいいですね。浮遊空間、浮遊空間。ほんでね、僕もだから何やったっけ、日本橋の割と有名なレコードや、ディスク JJ じゃない方の、丸抜じゃないです、ビッグピンクはなくなったんでしたっけ、何やったかな、何店舗かある、あのディスク JJ じゃないです、フォーエバーじゃないですね。フォーエバーもうないでしょ。フォーエバーない、うん、まあまあエースは、あのそこ行ったらね、アラン・トモコはね全タイトル揃ってるんですよ。あ、すごいじゃないですか。けど、はい、浮遊空間だけないんですよやっぱり。あ、なんでやろ、絵からかな、多分それは狙われてると思う、うん、なんじゃ浮遊空間だけが結構多分いいんですね、多分、うん、確かにズバ抜けていいからね、うん、まあこういう言い方したらあれやけど、他もいいんやと思うねんけど、うん、聞いたらもう一通り、でも浮遊空間はちょっとやっぱりいいんですよ。あとは、サディスティックミカバンドか、まあメジャーのところは須山さんに、ああ須山先生が、あの何、彼女と別れそうになった、別れそうになってる時に別れてるんですか先生、別れたよね。いや一応別れた、今はまたまた付き合ってややこしいね、はい、ちょっとその都度あのみんなに言ってますけど、そういう感じなんで、ややこしい恋愛してるね。ややこしい恋愛しまあその時ね送りました先生。サティスティックスね、サティスティックミカバンドというより、ミカバンドやめた後ですか。だからあの2人が抜けた後ね、加藤和彦と嫁さんが、ああ抜けた後なんですよ。でそれでラジが歌ってるっていうパターンですよ。あ、そう、ちょっとややこしいんです。あれラジなん、ラジが歌ってる、ラジなんですよ。あ、なるほど。あれはだからサディスティックスのバージョンで、でサディスティックスのレコードでもラジは歌ってるんですよ。そうなんです。そうなんですよ。ほんでそれをまたあの自分のアルバムでも歌い直してるんですよ。いやなんかかっこいい女の人おるなと思ってます、うん。そうそうそう。あれラジ。あれがラジなんですね。ラジなんです。ちょっとラジのバージョン、ね、そうそう。ラジのバージョンでは男のボーカルを南吉高がやってるんです。へえ、うん。そうなんですよ。あとは春オープンでしたっけ。あれね、ファンキーダッコナンバーワンね。それはね、でもそのライブバージョンの YouTube がいいと思う。そうですね、うん、めちゃくちゃなる。そう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 、なってもやり続ける。そう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 、それ CD あげたじゃないですか。そうなんですよ、うん、聞いてくれて、あの CD 再生するやつ機会がないやそう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 、僕のね、うん、あの渾身のコンビのねニューウェブミックスがあるんですけど、あれいいですよ、うん、いいけど俺はやっぱあかんね、向いてない、ああいうのに。作ってる時は、はい、めっちゃ曲ばっかり集めて絵の作れたわと思うんですよ、はいはい、けど実際聞いたらなんか暗いんですよね、僕が集めたら。そうなんですか。なんかね、なんかだから先輩がなんか達郎のコンビとか作ってるやんか、うん、ほんで、あ、でもちょっとわかりますよ、うん、作ってて、ほんで正直言ってね、うん、このベタベタな選曲で、うん、そのなんていうの、しょうもないなみたいな、うんうん、まあ、しょ、内容的にね、めっちゃわかりますわ。レア曲が入ってるわけでもないし、うん、なんかこうあの DJ かなんか知らんけど、うん、音楽マニアっぽくないっていうか、うん、そういうのでバカにしてたんですけど、うん、でもやっぱりあのうまい。そうですね、あれよう考えてますね。そうそうそう、やっぱりね、うん、俺らっていうか俺が作ったら全然やっぱり俺のなんか思い込みが激しすぎて、うん、いや僕も作ったら偏るし、うん、その聞く人の身に慣れてないというか、うん、そういうとこはあるかもしれない。あれやっぱ一一般的によく考えてますよね。一般の人が受けるやつを、そうそうそう、やっぱりね、その、うん、あの聞かす、やっぱり DJ の
技みたいな。あれなんかよう考えてますもんね。しんどいぐらい考えてますもんね。そう。確かにあれはすごいなと思う。やるなと思う。そう。そんなんでね。うん。じゃあまだまだ掘っていく。掘っていこうかなと思ってますね。和物のディスコはおもろそうですね。まあディスコだけじゃないですよ。僕は別にやってるのね。ディスコっていうんでもないですけど。うん、僕だから僕最近聞いたんでね。あれびっくりしたんが。ウルフルケイスケのやつでしたっけ、何それ、ウルフルズの、あれベースかな、あの人のサイケバンド、あそんなんあんの、いやすいません、これめっちゃやばいですよ、あの人やろ、あのやつで ジョンビチョッパーでしたっけ面白い人な、はい、D スラッシュ F っていう、そんなんあんねや、ヘブンっていうバンドなんですけど、ね、ヘブンっていう曲が全部通して言えんすけど、ヘブンはめっちゃヤバいっすね。へえ、そんなんやってんねや。ちょっと今聞いてもらえないですか、聞いてんの、一回聞いて、一回聞いて、めっちゃいいじゃないですか。そうなんですよ、へえ、これもしかしたらだからウルフルズより古いかもしれないですね。あそうなん、もしかしたらちょっと分かんないですけど、えそうなん、でも素人やったんやろ確かウルフルズに入った時、そうね、初心者で入ってんのな、そうなんや、そうやねそうやね、今はもうやめてるんですけどね、この場のないんや、ないんですよ、へえ、え、ほんなんね、当時もんってこと、90年代とか、90年代、あそうなんや、で再結成を、したの、してほしいなって、あのね、クレイジージャーニーに出てた、サムソン高橋さん、俺分からへんわ、そこ、あれ全部は見てないから、あれホモのね、それこそ発展場行く人、あの人がめっちゃ音楽の先生いるんですよ、へえ、だからツイッターフォローしてるんですけど、そういうとこ掘り出してくんね、はい、なんかまず、まあ、ツイッターもかなりええんですけど、なんか全員ホモ死ねとかなんかなんてなんかリア充のやつをずっと言わず、もうぶち殺したろうとかなんか、たまにあったりするんですけど、その後でドラッティーコラム入れてきたりね、あそうなんや、その夏の一曲とか音楽の先生がね、まあええというか僕は合うんですよ、すごい、でその人が教えてくれた、そう、あの人面白いね、だからラジオやってて、ラジオも俺ね、はい、ちょっと、まあ、ラジオやってるんですか、いやいや今やってるかどうか知らんけど、ラジオはだからウルフルケイスケとジョンビチョッパー系がやってて、うん、2人で面白かったね、へえ、それ、まあ、前も話したことあると思うけど、まあ、でも関西ですよね、そうでも最近じゃあウルフルケイスケってどれやったっけ、ごめんウルフルケイスケじゃなくて、ちょっと待って話おかしなってねえかこれ、え、これ話おかしなってベースの人がやってるバンドな、ウルフルケイスケってギターの人やな、ウルフルケイスケは ギターですね、ちょっと待ってください、ね、だから、ね、あのボーカルの人誰と、あボーカルはトータス松本、トータス松本とジョンビーチョッパー系がラジオやってて、はい、あそうなんですか、うん、ベースですよね、ベース、そう話がむちゃくちゃなってきた、知識がないから、訂正、ウルフルケイスケです、このバンドは DF、 さっきの、あそうやろ、ネオサイ、ああなるほどな、ウルフルケイスケさんのバンドや、はいはい、そうです、あなるほど、でこのさっきの、でさっきの言うか DF っていうバンドを解散して、うん、ウルフルズを結成した、あそうなんや、だから80年代後半っすね、ちょっと待って間違いまくってるけど、まあええか、はい、全然、訂正しますから全然大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよでもジョンビチョッパー系の話してたジョンビチョッパーはちゃうってことですよ、違うんやな、ベースですよね、ベース
だから俺がジョン・ピー・チョッパー経営のことをすごい面白かったとか、うん、ラジオ面白かったんです、うん、で全部ウルフル・ケイスケなんですね。はウルフル・ケイスケは関係ないね。関係ないや。だから俺はもうずっと空振りを続けてたこの話でも、もうその恥もね、ええ、あの甘んじてもうさらけ出します、うん、すいません、はい、もう編集するのが面倒いから。だから今まで話してたのはウルフル・ケイスケさんの話ね。そうですそうです。そう、そうなんですよ。ウルフル・ケイスケさんがウルフルズをやる前にやってたバンド、うん、先生ちょっと正確、あの不正確で、ね、話の出だしが。そうでしょ。ウルフル・ケイスケさんはあのギターやし、ギター、うん、ベースの人はウルフルズやるときには初心者やったんです、うん、それはもう常識ですから、関西の。ああすいませんすいませんけど、いいですか。シドみたいな感じですね。シドビジャスみたいな感じです、まあ、言うたらそうですそうです。ほんでベースの人一回辞めてるしね、小説家になるって言って変わってるんですよ。そんでまた今復帰してとか、ね、多少ややこしい話がいろいろあるんですよ。まあでも、うん、いいバンドですよね。もう好きな曲だよ、ね、うん、ウルフルズはね、うん、ね、そうですね。なだからその DF がいいっていう話をしたいのに、そうそう、なんか間違いがあってなんか、うん、一回 YouTube であるんで聞いてみてください。はいはい、そうですね。ネオサイケ、はい、だからちょうどそうやね、ネオサイケの時期もね、うん、ええ、10年の後半って書いてましたね、ええええええ、やっぱりそういうバンドやっててウルフルズみたいな話ですね。 なってね、はあ、だからウルフル・ケイスケさんは多分ね、うん、エリートなんですよ。あ、その音楽の、音楽っていう、うん、うん、でその実家がね、うん、そういう環境やったんかな、なんかそういうサブカルっぽい環境で、そのずっとなんか大学生のお兄ちゃんらがおるような家やったんかな。なるほど。下宿屋やったかな。あ、そういうカルチャーが入ってくる。カルチャーが入ってきてて、ほんでウルフ・ゲイスケさんはそういう、はあ、もう渋いやつやったんですね。そうそうそう、渋く、うん、そういう意味ではエリート的な環境で育った人、うん、まあまあニューロックからね、はい、まあ、ジャパニーズがいいですか。ジャパニーズがいいっすね最近。僕あれもなんか知らないけど聞いてますけどね、岡村康之。ああ岡村康之好きな人好きやね。YouTube で、ね、動画込みで見てますね。あの、うん、踊りとかかな。あ、はいはいはい、うん、踊りがちょっと僕ハマってますね。独特な踊りなんで。いや、いいのは分かるんやけど、うん、僕はハマってはないね。ああ、僕も当時は全然でしたよ。うんうんうん、そうだね。そうですね。あとはちょっとね、尾崎ね。ああ。尾崎の、うん、やっぱりちょっと MC 見直してますね。あ、ライブの？はい。どういうこと？面白い。あ、まあ MC はやっぱり、うん、あのお前、うん、なんかめっちゃ、うん、めっちゃ臭いこと言いますよな。やっぱりこう汚れた大人たちがさみたいな感じ、はいはいはい、で MC だけを集めたやつがあるんですよ YouTube で、はい。すごいのありますね。走り回ったり、あの、あ、会場フラフラで、あ、はいはい、で倒れたり、はいはいはい、おだけーおだけーっていうやつとか僕らもう世代的にドストライクやからね。あ、どうやったんですか。もういや聞いてた聞いてた、あ、うん、聞いてた、ほんまに。あのただね、うん、多分ね、本格的に流行ったんはちょっと後なんちゃうかな。ああ。うん。のような気すんね。なんか。うん。
と思ってんだけど、うん、でも当時もきつすぎるわ思ってたんですけど僕はね当時って当時というか、うん、その俺らが中学の時やからなあ それじゃあもうちょっとずれてますけど、うんうんうん、だからやっぱ聞きますねちょっと尾崎みたいな、うんうん、あの語りとかちょっと見てられんかったんですけど高校の時もね、はいはいはい、でも今はちょっとねやっぱあこれ、うん当時信じててもよかったかもなって思って。ああ、はいはい。うん。そうそう。じゃあ、あのジャケットも、17のシーズンのあの、はいはい、飛び越えてるジャケットなんですよ、はいはい。あれもなんか渋く見えてくるね、なんか。ああ。女の生き方がエグいですよね。あ、そうなんや。ええ、えぐいというか斎藤佑樹えぐいというかめっちゃ行くんでしょ、まあ、まあそれはしょうがないね、うん、でもめちゃくちゃいいやつって言ってましたね。あそうなんや。あの坂上忍さんが言ってましたね。ああそうなんや、うん、仲良かったやな。めっちゃ綺麗やったっつって。あ仲綺麗やった。坂上忍さんはめっちゃロックやったんですよ、うん、まあそので、うん、デビッドボーイのカバーとかやってましたから、うんはいはい、多分全然あかんかったです、はいはいはい、で自分も俳優やから、はい、あの語りがもう演技にしか見えなくて、はい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 、もうほんまに毛嫌いしてたんですよ、はい、である日居酒屋で飲んでたらパッと入ってきたんですよ尾崎と、はい、で「よう!」って言われたみたいで、はい、ではなんかあ喋りたないなと思ったけど、はい、パッと喋ったらもうものすごいフランクで、はい、あの速攻好きになって思って、はい、ですごい仲良くしてたって。いい話ですね、はい、なんかちょっと80年代いい話80年代そうなんですよね。でもだから、うん、そのちょうど77年以降ぐらい85年までぐらいの、うんはいはい、なんか音楽を、うん、聞いてますね。そうですね。僕もちょっとその今というよりは、はい、だ聞けるから。ほんでだからその月1000円出したら、うん、ああアップルミュージックね。そう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 、半日大橋純子しか聞かない日がずっと聞いて、ほんで僕ら音楽聴きながら仕事もできる、まあ、立場やから、はいはい、ねずっと聞いて、うん、こんなにええんやちょっとドキドキしますよね。感じはします、うんね、全然関係ないですけど、まあはい、フジロックも終わりましたしね。フジロックね、あのフジロックの、うん、ごめんなさいね、ちょっとフジロック、フジロックですみません気をつけてください。フジロック行く人もいるかもしれないです。でもう終わった、ええ、そうやね、そうやね。だからそれは毎年行ってる人もおって、多分行ってはる人おると思うね、うん、けどあの松本亀吉さんが、うん、あのフジロックのこと書いてる。え、松本亀吉さんって誰？知らん。ライターの人ですか？ライターっちゃライターやねんけど、あ知らんか。はい、音楽ライターですか？音楽ライターっちゃ音楽ライターやな、はあ、うん、亀吉さんの、はいはい、その、あのフジロックについて書いてるブログがちょっと古いねんけど、うん、あって、うん、それが結構きつくって、はあ、どっちの方できついんですか？なディスってるってこと？ディスってる。あ、フジロックを？フジロック。あのな、いや、なこれやな、もう二度とフジロックには行かないっていう。あ、いや、行ったんですね、行ってたんですね。と思いますけど、うん。うん、これね、まあ、これいつの記事やろな。だからまあ古い記事やから2009年、うん、あでも結構おもろいってことですか言ってること。おもろいというかこれ読んでまうと、うん、あいかんでよかったみたいな無理みたいな、うん、それは読んどかな感じがちょっとあって、まあ俺らいかんでええやろ。まあ ね行ったことないしね、うんうん、と思いますけど。福見さんが言ってるよな去年ぐらい。あ、そうなんですか。そうやね、まあ、結構ね、なんかあの1年のお祭りみたいなのでみんな行く人いますよね。そう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 、余地も好きやんか。
うん、フェイス好きな人ね。そうそうそう、僕も友達行ってますよ。そうそうそう、そうなんですよ。まあ楽しいんやろね。でだから祭りみたいなもんでしょうね、うんうん、でまあ行ってもあのビッグゲストをね、まあいろいろ来るからね、うんうんうん、そのまあいいんじゃないですか、一発じゃなくてね、うんうん、そうそう、何人か見えますからね、うん、あれ一気に、うん、でもあれむっちゃ高いやん。あれ高いんですか。高い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 。3日とか2日間かな、なんかうんかな、うん、お酒も出てましたよ。お酒、ああそうやろ、はい、だからそのそだからなそれはまあええー、ねんけど、うん、まあでもちょっとなあ、お酒も、うん、どうですか、あの曲とか曲ちょっとよく分かんないですよよく分からへんよね、うんうん、ちょっとよく分からへんし、うん、だから俺ねいっつも思うのは、うん、あのうさぎっていうブログも俺ちょっとまあ読んだんは読んだんですよね。大酒飲んですか。大酒飲んだから、そのグローバル社会、はい、反グローバルリゼーション的なまあ文章だと思うんだけど、はい、でだからいやし、その話の中でね、うん、そのエコエコって言ってエコカーを買うよりも古い車を修理した方がエコなんじゃないですかとか、だからその新車を作るっていうこと自体がエコじゃないんじゃない、エコじゃないんじゃないですかとかいう、はいはい、そういうまあ話とかあってね、うん、まあ確かにまあ鋭いというか、うん、ああもうそれはごもっともだなと思うんだけど、うん、いやそれ待てよて、ええ、お前カローラの歌歌っとったやねんかみたいな。歌ってましたね、うんうん、思いっきりトヨタのお前、うん、コマーシャルの歌歌って、でそのコマーシャルの歌のシングル出しとったやねんか、カローラ積み乗ってね。そう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 。買い物に出かけたら。そう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 。財布忘れた。その過去はお前どう総括するねんっていう。うん。うん、はまあ、ような気も。ね、うん、カローラ2あれで買った人おるでしょうね。おったよ。おるやろ。だから大酒が好きで。うん。大酒が好きで別にカローラ2好きじゃなかったけど、うん、大酒が好きやから、うん、カローラ2買った人おると思うんですよ。ねえ、エビちゃんがあのエビバーガーみたいな説明してて、すみません、買ってませんでした。あんな感じで、そうそう、カローラ2買いますよ、ね。だからそいつの気持ちはね、うん、どうしてくれるんですかと、うん、いうことを、まあそういうのはいい子なしやね。でもね、今は今、過去は過去やから。あ、まあね。そういうことを言ってはいけない。うん、あのそうですね、ほじくり返したら、ね。でもそんな、そんな、そんな。だから橋本さんも、うん、橋本健さんも、橋本健さんもね、うん、あの前を向いて頑張ってほしい、そう、うん、いけるから、うん、いう感じですかね、はい、ですね。カラオケ行きたいね。カラオケね、行ってないですね。カラオケ行ってちょっとニューミュージックを歌いまくるみたいなと思って。カラオケはあるんですかね。ある曲もあると思う、うん、ない曲もあると思うけどどうすか。とりあえず一回ちょっと始めます。はい、わかりました。